あ、声がドランクドラゴンの鈴木拓に似てる歌ありです。今日は YouTuber、複数とかグループの YouTuber っていると思うんですけど、まあ、僕も実はね経験あるんですけど、まあ、そういう人たちに向けて、そういう経験をもとにね、そういう人たちに向けて曲を作ってみたので、ぜひ聴いてみてください。なんかねちょっとかっこいい感じになったので結構いい感じなんじゃないかなという感じです。早速どうぞ。早く追い返してチヤホヤされた。